アンニョハセヨ、ゆうたけです。実はちょっともう今、島訪問行ってきた後なんですけど、今回ゆうたけさんにしては珍しくちょっと18禁気味なので、あらかじめちょっとそこ、一覧注意で言っておきます。ということで、今回も潜伏中。今回の舞台は綾島です。あやちゃんかな。もろ名前だと思うけど、他の島とは違ってシンプルさと日の多さが特徴の島ですって言ってました。まあ、要するにシンプルなんだろうな。 さあ5分で、そろそろサクッと見つける回も入れていいんじゃないか。 ということで、シンプルなら見つかるときはすぐ見つかりそう。一回通り過ぎたらマジで一巻の終わりそう。家の後ろか？マップ見た感じ確かに道は作ってて、でもなんか大きなギミックというかありそうなわけでもなく、すごいな、役場から全住民の家の道だけが作られてる感じかな。お、なんかカフェスペースがあるよ。まあ数々のね、だいぶひどい島に行ってきた身からしたらもうだいぶシンプルに思えてきた。ああ、見つかったね。もうその手は過去に食らったことがあるよ。ということで、2分で捕まえます。いたいたいた。はい。 まあシンプルだったね。はい、今回の舞台はグラニュー島。甘そうな 名前の島多いよね。なんかお菓子島だったり甘党だったりっていうのが。お、結構 水やりをめちゃくちゃお願いしてるのが 分かってよ、とりあえず。さあ5分で。一応グラニュー糖はあれだね、お菓子に作る。あ、何これ、なぜハムスケのポスターが、なんかこれ全部ハムスケっていうキャラ名だっけ。俺ごめん、キャラ名あんま詳しくないんだけど、めちゃくちゃデザイン貼ってる。ユニクロ、GU、無印。いやー、デザインまで整って、キャンプサイトがあって、一応、島の軽く紹介で、なんか、逃走中も意識して開放感のある感じの作りになってますみたいなことを言ってたんだけどね。逆にね、この「あつ森」シリーズで逃走中やるとなった時、開放感ありすぎると、ラグでなかなか捕まえられない疑惑あるんで、 そこがまあちょっと、まあいろいろ検証しないとなんだけど、道はなんかジグザグ整ってる感じかな。右下見る感じ、右下のマップてか、あれだね、普通に兄弟だか家族だか住民の家がもうすでに いっぱい整ってる風。ここは何？お店？自分で作ったお店みたいな。 某化石があるけど、スルーして、右下が竹ゾーンか。この家の後ろは見れなそう。あ、ハープだ。あ、楽器ゾーンがある。いいじゃんいいじゃん。あ、パンダが捕まって工事現場で。で、よく見たらここ住民だな。住民がすでに確保されてる。 生きるのか、あっち。まあ今はいいや。 ちょ、化石大きすぎでしょ、某化石。何とは言わないけど。さあ、もうここだけで、手前側だけで2分過ぎたよ。あ、楽器ちゃんと揃ってる。怪しい自販機。
ここは何？青空。ここは、あ、常吉用か。3分経つな。あの灯台いなそう、いない、見えない、絶対見えない、大丈夫。ということで、あそこまで行くのタイムロスなのでスルーして、ここの木の後ろか、ごめん、走るよ。ちょっといかにも、いかにもこういうこういう一列のところいない。いや、博物館がめっちゃ豪華な作りになってる。これいいな。しかし肝心の相手が見つかりません。あと左だけか。いや、でももう見たような。トイレだ。いや、でもいないよな。いやー、やられる。まずいまずい。いやー、もうこの無印ユニクロ見たよね。見つからなかった。一周したけど分かりません。どこだ。右位置的にはほぼここ。え、ここです。あれ、どこだ。うわ、うまい。ダンボールだと思った。完全にこれダンボールだと思った。普通に住民がフェイクだと思ったらここか。うまい。紙袋かぶってた。これは分かんない。いや、普通に気づかなかった。まあ、ちょっとだけ紹介タイムをあると。なんかのキャラ分かんないや。なんかすごい王道に多分無人島生活を楽しんでるかなっていう気はした。もう数々のね、時間ガチ進め勢による島に行ってきたんで、こう一周回るとなんかシンプルもいいなっていう気もしてこなくはない。露天風呂です。まさかの2つあるぞ。お、遊園地的なところです。イースターだね。俺ね、イースターやってないんだよね。もうだいぶ序盤からサクサク進めてたから、あの時間進める的な意味でイースターになってない。島がどっかのタイミングで戻そうと思ってるんだけど、普通に今ちゃんと1日ずつブワーってやってるんで、ちょっと戻すタイミングを見失ってる。カフェです。いやー、優しい感じがする。え、何、プレゼント。これはよかったらどうぞ。お、今開けていいですか。いいですよって。開けます。あ、間違えた。間違えた。ごめん。置いちゃった。いや、これひどいって。普通上に開けるは置かない。開ける。竹のスピーカー、やった。え、俺持ってない。これ普通に嬉しい、ありがとう。置いたのわからんわ。ありがとうございます。ゆうたけさんだからね、竹を意識してくれたね。レシピがさ、全然揃わないんだけど、めっちゃ頑張れば、まあ日付進めればできなくもないんだろうけど、こういう真っ当な生活をしてる人にこの竹のスピーカーは結構ね、大変だと思うので、ちょっと重みのある竹のスピーカーをいただきました。はい、ありがとうございました。紙袋を隠れに使ったか。なるほど。いやー、これ住民置いてたのもうまい感じにフェイクだったのか。
やられたな。もうここガヤガヤしてて絶対人いなさそうだった。住民にこのいろいろ工事中のものに、そして何よりこいつに釣られたよね。こいつなんだ、なんでこいつがいっぱいあんの。ミスハンター。お、いいじゃん、スターの網同士で。女性ハンターってそういえば過去いないよね。見たことなかった、見たことない気がする。なるほど、友達で検証済みだったと。いやー、紙袋か。段ボールがいっぱいあって、普通に工事系だと思ったら、紙袋って隠すために段ボールがいっぱいあったんだ。かくれんぼ対策。対策された。あ、服もちゃんとかくれんぼ用のあの茶色いあれだったのね。いや、これ住民が動いてるからさ、絶対目そっちに行くよね。こう来て、こう来て、俺絶対ここも見たもんね。こうやってこのカバー、カバーも茶色いの、まさかの狙ってる。あ、この子だ。もういろんなところにデザイン貼ってたよな。ハムスケスポット多くない？ハムスケくんってそんな運動するタイプなの？筋トレルーム。ボルダリングにプロテインに。動画にできるか分かりませんが、上にラブホがあります。ちょっと際どいな。ちょっと全年齢対象版だからな、きついな。ミスハンター入ってった。いや、これちょっと年齢怪しいな、ハンターが男女で。あーあーあああ。まあ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 、動物の森だから許容範囲でしょう。怪しいな、際どいな。普通に普通に女の子でもこういうことやるんだね。と思っちゃった。すんごい男子乗りな感じしたけど、受けました。うん、受けそう。あ、これがしたかったのね。いや、ちょっと僕ね、なんかよくわからないんだけど、僕ちょっと行ったことないからわかんないんだけど、こういう感じなの、要するに。そう、普通にあの DM 来た感じ、小学生ぐらいの女子かなとか思ってたら、がっつりこんなネタ出してきて、ビビったわ。あとは特にないです。特にない中、これを作るのはどうなの。ここ一番大事。ああ、そうか、大事か。僕が甘かったわ。大学生女子でした。すんげえ中高生男子のノリかと思った。
マジか、これ一人の島か。なんか絶対絶対いろんな人の性格出てたよ。なんかあ、ぜひこれをハムスケ普及された。はい、ありがとうございました。ちょっとハンターいいね、あのお辞儀、ハンターらしいお辞儀ちょっと自分ないんだよな、まだ。いってらっしゃいませお客様。ちょっとノリが終始分かんなかったな。終始マジ分かんないんだけど。マジで最初小学生女子かと思った。全然大学生女子だったわ。ノリが分かんねえ。